春の電車に揺られながら僕はどこへ行こうというのか。乗客はまばらに座って誰もがみんな楽しそう、夏目漱石の文庫本、心の続きを読もうか、それとも車窓に広がる初めての景色を眺めてようか。巻き毛の少女が駆け寄ってきて、あなたにもチェルシーあげたい、チェルシーを口に放り込むと甘い子供の味がした。携帯電話の音は鳴らない、女子高生のおしゃべりもない、羽織袴のおじいさん、こっくりこっくり居眠り、ガタンゴトン線路は続くよ、知らない街を通り過ぎるよ、うららかな陽気に包まれて、春の電車はただ走るよ、うん、ねえ車掌さん、この電車は海岸線を走りますか。桜はもう咲いてますか。僕の時計は狂ってますか、うん、つやつやに屋根が並んでる、バイクの後ろで若者が手を振る、考え込んでばかりいてもしょうがないと鳥が回る、差別なんて誰もしない、戦争なんて起こりはしない、眠りおじいさん手に荷物を、あれあれ床に落っことした、ガタンゴトン線路は続くよ、知らない街を通り過ぎるよ、うららかな陽気に包まれて、春の電車はただ走るよ。